はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、視聴者さんからね、コメント欄にてリクエストをいただきました。令和のミカロデッキ、こちらをね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。はい。ミカロです。今更っていう感じあると思うんですけど、ちょくちょく新規カード追加されてるんですよ。例えばこの、フーテイライザーとかセレクションボックスミニね、とかで追加されてたりとかね、いろいろあるんですけども、意外と強かった。作ってみたけど。やっぱ、ミカドといえば僕、蘇るだと思ってるんで、蘇るギミックで頑張って作ってきたんですけど、なんか意外といける。最初は正直、全部のミカドを入れてました。これ闇でしょ？闇、邪帝ね。これ、氷帝。はい。メビウス。で、風帝ライザー。それから、まあ、地だと、例えばこの、グランマーグさんとか、あと、ホロのテスタラーさんとかいるんですよ。あとこれ見るわ。魔帝もいるんだけど、ちょっとね、さすがにね、テスタロスさんとか、地底とか、アングマールさんは、ちょっと前のモンスターに触ることができなくて、弱すぎたんで、ちょっと一回解雇しまして、一回首にしまして、で、強いモンスターを頑張って入れてきたっていう感じですね。まあ、ガイウスとかね、これ除外できる。相手のカードを除外できる。とか、あと、魔法トラップを2枚まで破壊できる。とか、相手のカードを1枚デッキにバウンスできる。とか、これ、ミカドっちゃミカドなんで、イーサルウェポンさんね。これ、相手のカード除外できるみたいな。まあ、こういうモンスターをいっぱい入れてきました。はい。で、ギミックとしては、何が一番強いかっていうと、やっぱね、ミカドを出した後に出すね、このダークネスシムルがすごい強いですね。これダークネスシミルがアドバンス召喚に成功した場合、闇か風のモンスターアドバンス召喚に成功した場合、このデッキだと、一応、氷帝さん以外は、アドバンス召喚すると大体闇か、風なんで、出せるんですよ。こいつが。で、出して、で、さらに、魔法トラップカードの効果発動すると、こいつをリリースすると、無効にして破壊できますよ。まあ、こいつじゃなくても別にいいんだけどさ。ただ、超獣と風属性モンスターが、このデッキ入ってないんで、こいつしかリリースできないんだけど、まあ、これで、魔法トラップをケアしながら、打点も用意していくみたいな感じですね。はい。で、ちょっと先行やることがマジでないっていう、問題があるんですよ、このデッキ。なんで、一応、ベイルさんとか、トリキライナーさんを入れております。トリキライナーさんはね、レベル6なんで、まあ、ランク6とかも、できますから、まあ、一応、2枚ぐらいにして、で、ベイルさんを2枚ぐらいにしているっていう感じですね。はい。使ってみていただければ、意外と強いということが分かっていただけるかと思いますんで、早速ね、動画やってみましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、わかんねえんだよね、その闇遊戯くんってどんなデッキ使ってるか全然わかんなくないですか。マジでわかんないですよ。ハオスフィールド、は、なるほど、いいですよ。ガイアですね、はい。いやだから、走破するガイアも持っている。なんか走破するガイアいっぱい入れといたら結構事故んなくて強いですよ。しかもなんかサイクロンで割られても大丈夫なんで、なんか走破するガイアマジで3積みまであるなって最近思ってるんですけど、どうですかね。3積みやりすぎ。なんかさ、2積みくらいしとくとさ、サイクロンで1枚割られてもなんとかなるみたいなことない、ガイアって。だからなんか2枚くらいは積んだ方がいいんじゃねえかなって最近思ってるんですけど、前のなんか構築ってどうなってるんだろうね。ちょっとわかんないんで、まあいいや。はい。でこれはですね、トリキライナー君が一応出せるんで、トリキライナー君が横に なってる場合、ガイアでは抜けないという話はあります。はい、はい、はい。で、リューマドウチガイア、OK。で、これでメインフェーズ終了前に打たないといけないですね。まあ、まんま殴ってくるんだったら別にスルーするけど、なんなら。あ、殴っててくれるかもしれない、ね。あ、マジ？え、これディスティルドロー入るの大丈夫？それはやりすぎだよ。あ、そういうこと？なるほど。それは別にいいや。トリキライナーいるから。それはね、竜騎士ガイアがいなくなるんで大丈夫ですね。はい。これはね、早とちりしてます、やつは。やつはもうこれで竜騎士ガイアがいないんで、これでトリキライナーで分からせると。トリキライナーで分からせる。ガイアは、勝ち急いだら負けます、基本的に。はい。勝ち急いではいけません。で、スキル発動。ミステリードロー。ダークネスシムでいいや。でですな。えらい分からせることができるんで、とりあえずエネミーコントローラー発動するじゃないですか。エネミーコントローラー発動して、で、やつも実は、ね、闇属性なんですよね。こいつ闇属性なんですよ。で、ガイウさんのせて、はい、
で、ガイアス効果で、ソマスガイア除外する効果にチェーンしてダークネスティッシュ力の効果特殊召喚で、いやーぬるいね、ぬるい、マジぬるい、マジでなめんな、マジマジミカロなめんな、お前の範囲はただ一つ、てめえは俺を怒らせた。さあお相手の方、社長 DS OD 社長、あプレマかわいいな、プレマのクリボールでクリボール持ってる圧かけるのやめてもらっていいですか。ちょっとあのクリボール持ってますみたいな顔してるのやめてもらっていいですか、迷惑なんで。はい、調和の方殺ね、はいはい、いいよ、調和の方殺で太鼓を捨てていく、オッケーオッケー、カードを伏せる、セットいいでしょう、セッティングオッケーいいでしょう、で太鼓の白石、なるほど太鼓の白石効果で青眼が爆誕していく、あーなるほど、なるほど、リーチ一回こうだな、特殊効果、なんかせあそうですね、摂理かなんかですね、はい、摂理かなって言おうとしたら摂理だと、はい、まあでもハンドはから捨てるカードは弱いで、とりあえず着替える効果、着替えるを除外して生き返る効果、はい、で青眼を除外しとったら多分ね回収できないんでなんとかなるんですよ、でライグス効果でこれでアルティメットの方が出てくることはありません、ね、もうあでも一応あるから、オルトラがあるから、オルトラがあるからあるのか、これで青眼を回収させないっていうプリングね、はい、まあゆっくり行こうぜ、バイバー、なにやるじゃねえかやるじゃねえかやるじゃねえか、オルタラテル行った、なに青き目の剣士、え、あ、聖画に変身するってこと、え、これもしかして殴ってきてくれる、もしあの、あ、初期へ、かっこいい、初期へ、聖画は俺はいともたやすく砕いたからないぜ、いともたやすくゴールドとなんか UR 玉に交換したからないぜ、バトルやばこいつら、マジで脳死すぎんだよマジで、ちょっとほんと最近ほんとランク戦と KC パースもそうなんだけど、なんかさほんとにさ大丈夫リンクス、なんかこれ絶対殴っちゃいけないと思うんだよね、もういいよ、はい、はい、でガイス効果で君のモンスターが吹っ飛ばされる、でさらにダークなシミュレーションも出てくると、マジでさ、のなんか特に青眼とハーピーとかに多いよ、脳死、とりあえず脳死っていう、パワー高いデッキ使ってっから勝てるみたいなかなんか知らんけど、遊戯王ってある程度プレイングあるんで、ちなみに俺にプレイングはない。さあお相手の方、筋肉マン来た、筋肉マンやんけ、筋肉、筋肉竜竜王子さん来た、これエネコン、まあでも取り切らないならばいいか、エネコンをセットするか否か問題って意外と難しくて、これだけだと死ぬかなみたいな、こっちたまにあるんでね。まあでもだからといって何も相手してこなかった場合、エネコンマジ邪魔すぎて蘇るが蘇ってこないみたいな、蘇らないくなっちゃうんで、あいつ弱くね、ハンド大丈夫、そんななんかゲロアマ展開してたら殺すけど、まあ殺せないんですけどね。まあ殺せないんですけどね、ハンド的にハンドがゴミすぎて殺せないんですけどね、これ蘇る、これ蘇るじゃねえや、生き返る、もう一回落としとくしかねえから、生き返る効果、発動して召喚特殊召喚に成功した場合、なんか水族モンスターをなんかデッキからパチッと送れる効果を持っている、さあこれによって1000ポイントの大ダメージを相手に与えていく作戦、はい、これしかない、さ相手が出してくんないと、こっちはね、ちなみにミカドくんたちかなり強制効果多いんで、ガイウスとかえドローセンス自爆心やば、始皇帝の用語、あでも、ね、それはそんなにあれだわ、なんとかなるわ、いやなんとかなるでしょ、えマジでこれ死ぬ俺、え大ね戦いできるそいつは、魔法カード発動、あ魔法カード発動、はあ、は
はー